浅草寺に到着しました。おみくじ引こうか。おみくじ、うせーの、バンバン大吉。勝ったな俺今日これ。2000円で10分だそうです。はい、ありがとうございます。お席いただきますね。はい、じゃあこちらどうぞ。センキューです。お気をつけてお乗りくださいね。どうですか。はい、ほい、ほう。今鬼ごっこ対決してるんです。鬼ごっこ対決、はい、僕鬼役なんですけど、乗っちゃった人力車で捕まえに行きましょう。はい、行きましょうか、はい、じゃあお車あげます。お願いします。はい、1、2、3。お、わあれみんななんて呼んでですか、金のうんち。ということでですね、あれがまあ聖火台をイメージした炎。はい。ほんで、真ん中にあるのが、朝日ビールの本社ですね。はい。あれも、まあ、ビールの会社だけあって、上が泡になってて、で下が飲む液体の部分。ああ。見えなくてですね。まあビールだけにね、泡に流すっていうね。どういうこと。わあ気持ちいい。いやー最高。人力車って。1台200万ぐらいするんですよね。ああ、よくご存知。その通り、いくらすると思います。幼い頃、叔父から教えてもらいました。あ、本当ですか。はい。彼女いるんですか。僕ですか。はい。僕結婚します。あ、一昨日結婚しました。ええー、おめでとうございます。マジっすか。働いちゃダメですよ。それはすごいな。この人今めちゃくちゃいいんですよ。いやーさ、いやマジでもうこれカットしかないわ。持ってるよね。今日かなりいいんじゃない？これ。来るじゃん。マジで。あでも人力車で行っちゃった。なるほど。それはちょっとしゃあないか。まあでもまだ人力車乗ってるってことやもんな。まあ、ちょっとほなゆるっとやっていきやすよ。今ねここ年始の初詣動画でも映ってたとこなんですけど、10円。なんちゃらパンみたいなのが売ってるとこやったっけ。あ、これや韓国の10ウォンな、10ウォンパン。これ10ウォンパン食いたいとこではあるけど、ちょっと俺はこの後のためにお腹減らしとこう。こことかもやっぱすごいな、サクサって感じするな。こっからの本堂もめっちゃいいわ。ここからどうみたいな。ふぅ、くるちゃんの人力車タイム10分間。じゃあそろそろかな。俺はどこに行こうかな次。花屋敷行こうか。ちなみにここが花屋敷通り。奥にねなんか多分花屋敷らしき塔みたいなやつが見えてるんですけど、ここ行くと花屋敷かな。うわ俺人生初花屋敷だ。楽しみ。一緒に観光してるみたいでしょ。楽しいぜ。僕ら、はい、まあ、YouTube ももちろんやってるんですけど、元何の人だと思います。元ですか。はい、バンドマン。わぁ惜しい。あ、まあまあ正解みたいなもん。シンガーソングライターです。いや、音楽やってるっぽいなと思って。僕もバンドやってたんで。え、そうなんですか。なんていうバンドですか。フェイクアイランドっていう、ね、フェイクアイランド、はい、みんな YouTube で検索して。すごいよ本当に。結婚ってね、もう喧嘩してません。あ、結婚式の準備でめちゃくちゃ喧嘩した。そうですよね、うちも喧嘩したんすよ。花屋敷通り、オッケー。見つかりました。いや、今探す気ゼロです。延長すればそっちも行けます、ね、いや、もう大丈夫です。もうだって楽しくなっちゃうもん。お金がないです。それ言わないで。人力車運転しててパンチラとか見えないです。見えないです。転職しようかと思います。あ、開始30分経過してるんでリスナーさん追っかけタイム始まっております。今38分か。そろそろ本気出すか。じゃあなんか触れ合ってばっかだった。なんかみんなリスナーに見えてきて怖いんだけど。怖えな、待ち伏せされてんじゃないの。フェイクアイランド覚えてない。はい、対バンしましょう。もうやってます。あ、もうとても風情ありますよこの道も。今めちゃくちゃ花屋敷の近くにいるからね、そっちの方来たら普通にいると思うよ。急
着物の人多いな。なんか俺も浴衣とか持ってくりゃよかったかな。そして花屋敷ってどっから、あ、大江戸ステージ、ここでなんかショーとかをやるんかな。うわ、抹茶クレープ専門店、マジでこれめちゃくちゃうまっすやねんけど、見てこれ、どこで買うのこれ、お、どこ、ここか、え、どこ、え、どこ、どこで買うのこの抹茶クレープ、あ、これだ、うわー並んでるわ、めっちゃこれ待ってるうちに行かれんもんな。涙を飲んでちょっと諦めます。めちゃくちゃ美味しそうやった、抹茶クレープやって初めて見たよ。クレープ生地がもう抹茶、緑、全部緑。てか花屋敷ってどっから入んの、あ、これか、ここだ、大人1000円。え、なんかガシャポンのデパートってなってんねんけど、こんなとこから入んの待って、ちょっと衝撃の事実、やってへん花屋敷マジかよ、えぐい、うわ抹茶クレープは食えない、花屋敷はやってない俺今日大吉ちゃうんか、いやな、何か楽しいとこに行きたいな。クリちゃん人力車降りる、あ、そろそろ本気出すかってか、怖いな女性の人力車の方もいます、ごめんなさいね。あ、救援花屋敷やってないんですか、ここ頑張ってください、ありがとうございますかわいち、あ、エッチしたくなってきちゃったセクースがしたい、すいません、お待たせしました、ありがとうございました。今お料理ご用意します、はい、ありがとうございます、お兄さんまた、あ、またありがとうございますありがとうございました、頑張ってください、はい、ありがとうございます、さよなら、ありがとうございます、浅草のブラリバ乗れますよ、さあ行くわ、クルちゃんにはやっぱ血のりがありますからね。あら、救援救援。せっかくそこまで行ったら救援。いや、マジ。あんまりシュンとしてはいけないけど、シュンとしちゃうよね。めちゃくちゃかっこいいホテル。なんかこれ。映えるね。人力車の乗り降りするとこって、雷門とかあるとこの通りやんね、きっとね。じゃあこっちに行ったらダメだな。総選寺裏に世界で一番濃い抹茶アイス屋さんがある。何それ何それ、世界一濃い抹茶アイスさん食いたいぞ、めちゃくちゃ気になる。何やったっけ、あの、あ、これこれこれ、かっぱ橋道具街や、かっぱ橋道具街行ってみましょう。昔ながらの道具みたいな売ってんやんな、きっとな。これ信号待ちも怖いよね、なんか常に歩いとかな、怖いよなすき焼き、あ、18分、うわ、めっちゃ肉の匂いする、ダメだ、俺は今日ステーキ、すき焼き食うんだ。同級のどこにいる、カッパ橋通り、カッパ橋行く、あ、ちょっと待って、あとで来る、ほれ見れよ、もうリスナー誰も来ないじゃん、怖えな、待ち伏せされてんじゃない、あと15分か、やべえなえ、マジ浅草寺で大吉、やば、俺今日ね、そういうのなしですカッパ橋でしょ、カッパ橋ってどこどうやって行くの、カッパ橋はね、俺ちょっと専門街なんですよ。あ、豆芝カフェだって、かわいい、ちょ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 あっち、カッパ橋ってどっちだろうな、今もカッパ橋にいる、あの、今チョモがカッパ橋にいるのか教えて、 OK、 分かった、ありがとう、すいません、カッパ橋ってどっちの方向、まっすぐ、ありがとうございます。じゃあちょっとカッパ、なんだっけ、カッパ道具橋筋に行って、ちょっとなんかね、そういう古のアイテムとかを見て、その後にその世界一濃い抹茶アイス食いに行こう、絶対行く、それは。つくばエクスプレスの方の浅草駅近くには宇宙一濃い抹茶ラテ屋さんめっちゃ張り合ってるやん、世界一濃い抹茶アイスと宇宙一濃い抹茶ラテそれどっちも捨てがたいな、でもちょっと今日はアイスかな、アイス食いたいね、暑いし、ラーメンジャンバラ、今チョモはラーメンジャンバラを通り過ぎました。今クルちゃんどの辺とかわかる、これマジドキドキすんな、そわそわすんもん、どっかから現れへんかなって、カッパ橋言われてるまあまあそりゃそうやな、そこは公平にみんなでな、共有しないといけないからね。すごいよ見てこれ、めっちゃなんかレトロ喫茶店、このメニューの感じやばない
あ、そろそろじゃないかな、そこの前の道じゃないかな。黒石さんがカッパ橋向かうのに方向分からない嘘だろ。もう浅草なんか何回元カノとキスしたと思ってんねんって言ってたのにな着いたよ、ここカッパ橋。じゃあなんかここで景品買おうか。3パターンの予想、クルちゃんが1時間以内に俺を捕まえる、制限時間以内に俺を捕まえる、で俺が逃げ切るっていう、この3択の予想で当たった人抽選に何か景品っていうのを今日の直前の配信で言ってたんですけど、その景品をちょっと今からこのカッパ橋筋でゲットしましょう。うわ、駄菓子屋めっちゃいい。見て、タコせん、エビせん、ソースせんべい最高やな。どうしよう、でもなんかこれ以上進む怖いねんな。向こうからクルちゃん現れそうで。あと10分なんで、この10分ガチでいきます。ラーメンジャンバラが分からん。カッパ向かってる。なるほど、多分この情報もあっちに行ってるから引き返すかもしれないよね。ってことはもう浅草寺にはチョモは来ない。カッパ橋がね、俺あんま行かないからさ、場所がわかんねえんだよ。まあ、浅草のこの中だけだったら8万回ぐらい行ってください。刃物屋さん、刃物屋さんか。すいません、カッパ橋ってこっちですか？まっすぐ行って、はい、ありがとうございます。すいません、やっぱこのまままっすぐでいいみたいです。ここ刃物屋さんです。この道歩くんドキドキするわ。なんか鉢合わせしたやねんな。景品は買いたいしな。箸置きとか超可愛い。チワワの箸置きある。まあ、でもマロの方が可愛いな。まあマロさんも世界の癒しですからね。あ、またチワワあるわ。マロの方が可愛いな。こんなのんびりしてたらクルちゃんに見つかりそう、マジで。ある程度物を絞っといて後から買った方がいいかな。今だってクルちゃん向かってんやもんね。今カッパ橋の交差点ちょうど。すごい、すごい、見てこれ、めっちゃ切れる。そんな切れるんですね。研いだからってことですか？そう、この研ぎ機で研ぐとローラーついてるから。あ、なるほどなるほど、そういうことか。みんなこうなっちゃうんですよ。下にさえつけとけば誰が研いでもほら、なるほど、はい、あ、じゃあ素人でも上手に研げるってことだ。そうすげえ。そしたら今度は仕上げでね、同じでしたね。あ、なんか爪磨く感覚だ。下側を、はあ、はいはいはい。また感激するような切れ味になるよ。なぜてるだけやもんね、今それ。すげーすげー。ちょっとまた後で見に来よう。お父さんありがとうございます。あ、やった、もらった。ありがとうございます。すごいちょっと普通に欲しかったな。待って、ここやん、ここ言うてた隣や。佐藤サンプル、サンプルの店ここやん。ここでなんか買おうか。後で景品決まった、サンプルにしよう。次どこ行こうかな。とりあえず買うもんは決まったし、後ほど買いに行くとして、さすがにそろそろ怖なってきたな。クルちゃんどこら辺いるんやろ。さっきまでチョモさんいたあたり来たかも、マジで。くるちゃん怖っ。じゃあアイス食いに行こうか。このまままっすぐ行ったら、いやどっちかだなこれ。突き当たったら大通りがもうカッパ橋。カメラ楽しんでますね。食品サンプル、オッケー。言うてあと6分なんですよね。まもなく1時間。包丁研ぐの教えてもらう。オッケー、ありがとう。俺8万回来てるって言ったけど、ここ初めて来たよ。あと5分、よし、着くぞ。面白くなってきた。チョモの考え的に逆来そうな感じしてきた。逆？食品サンプルどこや？やばい、あと1分半だ。
れる。どこどこどこ。どこ行った。浅草寺裏のアイス。浅草寺裏のアイス。どこだ。やばい。終わる。30秒。20秒。1時間が終わってしまいます。いねえな。うわ、1時間経った。ちくしょう。待って待って待って。1時間経ちました。イエーイ。ってことで、くるちゃん、すき焼きはなし。そして1時間以内にクルちゃんが俺を捕まえるっていう予想した人は、残念でした。このままあと1時間逃げ切ったら俺の勝ちやもんね。いや俺多分勝つで、今日大吉やもん。じゃあちょっとね、余裕こいて世界一濃い抹茶アイス食いに行こう。花屋敷で遊べないのはちょっと残念やったけど、ちょっとその分なんかもうちょっと映えなとこに行きたいな。すき焼き弁当めっちゃうまそう。これやん、今クルちゃんこれを食いたかったんだな。やば、1万7000円がマックスかと思ったら4万のメニューありましたね。4万ってえげついな。ってことで超もらわれてよ、世界一濃い抹茶アイスを食べに行きます。これみんなガチ情報だよね。浅草寺裏ってことはあんの。いや、アイスの方向かおうか。じゃあ浅草寺の裏でしょ。チンコが群れてきてる。今半の通り、え、時間的におかしくない。さっきまでここにいて、今もうそっち走ってない。それ走ってるか、これ誰か嘘情報でしょこれ。え、どこにいんの。いやちょっとエンターテイメントに走っちゃいましたね。でもね、素敵な出会いがあったし、あと1時間花屋敷まで戻ってる。チョボちゃんの歩きのスピードが尋常じゃないんだけど。画面ではマサの、マサっていうな。それ俺がエロ生配信見てる時のアカウント名やろ。お酒飲む？もう酒飲まないとやってらんないこれ。ガチでリスナー来ないじゃん。どうしちゃったの？トントントンくるぶしさんみたいな。ああ見つかっちゃったよ。なんだ3分拘束かよみたいな言いてえよ俺。追かけてこいよ。追かけてこいよ。追かけてこいよ。道こっちで合ってるんかな。裏ってことはさっきその正面から浅草寺をこう見てましたけど、回り込まなあかん。逆から。じゃあ多分道はこれで合ってるはず。でもさすがにちょっと疲れてきたね。とりあえずちょっとアイスを。いやでもさ、これいけんじゃね俺。俺逃げ切れんちゃうかな。なんかずっと逃げてるから、こっちから気づかれんようにクルちゃんをさ抑えたいよね。オールオールみたいな。クルちゃんあそこオールオールみたいなしたいな。クルちゃん結構焦ってる。これさっき通った花屋敷のとこですね。花屋敷とこの浅草ビューホテルアネックスロックとこまで戻ってきました。さっきのこの映えホテル鉢合わせだけはねちょっと避けたいよね。これほんまはこの花屋敷に入れたなら、あの上とかにもし行けるなら行って、あ、くるちゃんオールオールみたいなしたがってるな。久子通り商店街に入ります。レトロな感じ、こんな感じの商店街に入りました。浅草寺の裏の大通りを挟んですぐで何喫煙ってお店多分並んでる。マジでそこも並んでるんや。そこはでも甘んじて並ぼうかな。いかに世界一濃いかをちょっと体感したいよね。鈴木園、あ、これで鈴木園って読むんや。すごい勉強になった。いざ鈴木園へ。なるほど、そこがチョモちゃんの甘いところ。アイスクリームだけにね。あ、渡れない。これは俺の甘いところ。あ、今半ってここかな。あの、言っとくけどリスナーさん来てもいいけど俺ディープキスするから。歯茎まで舐めるタイプのディープキスするから。よし、浅草らしいとこ来たぜ。来るじゃん。それ誰も分かんないのよそのネタ。浅草寺裏ってことはこっちだ。もうここら辺いてもおかしくないけど、え、もういそうだけどな。くるぶしは今からあえて場所を言います。浅草寺に着きます。迷ってる。紫陽花取り行く。紫陽花、あ、大きな道路出たよ。鈴木屋どっちやろ。鈴木屋じゃない、鈴木園か。一旦ちょっと
浅草寺川に行ってみる。あ、待って、あれちゃん見つけた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 よ。ほんまにほぼ真裏やな。多分これやね、緑の看板見つけた。アイスだから買いたい。な、そうやね、これは買いたい。あ、並んでる、めっちゃ並んでるわ。うわ、整理券お配りしております。あ、そういう感じですね、はい、すいません、こちらの次回になったらお戻りください。わかりました、ありがとうございます。ダメだった、整理券配ってて3時から3時15分の間に戻ってこいって。あのうなぎおにぎりと同じシステムや。ちょっとこの世界で一番濃い抹茶ジェラだけ取っとこう。ショックショックだ。すごいね、やっぱ土曜の浅草なめてたな。どうしよう、なんてこった。あれ、俺今日大吉よな。しょうがない、アジサイ取ろう。浅草寺近くのアジサイを取ります。単焦点35ミリだから結構寄らんとダメ。うん、いやいや、どうすっかな。はい、くるいさん出店で何か食べようとしてる。中音パン、じゃあめっちゃ近いな。今俺も浅草寺本堂の前で歩いてます。じゃあここ先にいるってことや。危ねえな。じゃあ今日もは今から雷も見に行きます。なんか食べようかな。浅草名物って言ったら何だ。中音パン、あれ、これビール売ってないの。ビール、すいません、一つ。はい、らっしゃい。1000円でお願いします。ありがとうございます。どうも。はい、買いました。十ウォンパンのビールやつです。いただきます。かもなく不可もです。でもチーズがおいしい。雷も向かってる。ごちそうさまでした。チョモが見えたら画面を変えてチョモ映しますんでね。走ったら追いつきそう。え、大体ね、チョモの考えてることなんで100分かるんですよ。あの人はね、人混み行かないんです。こういう道にいるはずなんですよ。雷門を見て、そこから今日の景品のサンプルを買いに行こうと思います。あ、でもさ、言うてあと30分ぐらいじゃない。プチカステーラ、浅草ロマン焼き、見て、パンダ超かわいい。今日まだ川沿い行ってへんねんな。あれ、雷門こっちで合ってたっけ。わかった、今ね、俺ね、新仲見世にいます。でもほんまどこもかしこも並んでんな。うわ、ここめちゃくちゃ人多いわ。やば、苦手な感じです。あ、ちょっと待って、雷門もそうやねんけど、あれだ、あそこ行こう。クルちゃんが教えてくれたディープスポット。クルイさん近い？マジで怖いんやけど。どこだろう、今後ろから来てんかな。じゃあちょっと俺入りますよ。改めて来るとすごいな、マジ洞窟やね、ここほんま。やば、うわ、なんか濡れてるし、地面めちゃくちゃ濡れてんねんけど。これ動画見た人には分かりますかね、この忍者バー。そうや、そうや、クルちゃんがさ、なんかほんまは空いてたらここをチョモに見せたかってんって言ってたとこがあるんですよ。そこ行ってみましょう。仲介さんやったね、確か。全部細かく報告されてるから気をつけて。マジでめっちゃおもろい、全部細かく説明されてんの。そして結局やってないわ、潰れたんかな。ここをね、クルちゃんがね、チョモに空いてるとこ見せたかったって言ってたんですけど、それを抜けると浅草駅やねんな。あ、ね、ここから出れるんか。あ、じゃあ川沿いに行けるぞ、これで多分。川沿い行こう、ちょっと雷門見る前に。雷門つきそう。さっきそこ通ってた。ほらね、通る道までわかるんですよ。めっちゃ近い。なんだな、人形焼き、どこだろう。2分前ぐらい通ってくる。多分このままね、空いてる道を行ったはずなんですよ。どこ、地下、地下のとこ、地下。あー、なるほど、これ勝ったでしょ。勝ったで、これクルチョモと行ったとこでしょ。絶対ハッとした。
もう駅だよ。これ嘘でしょ。ファックよ。あ、でもいきなり駅だね。そんなに早く歩いてんの？水浸しなんだけど。ここくるちゃん歩くの遅いから追いつけなく俺もね、ちんたら歩いてるからね。よし、オッケーオッケー、川沿い行こう。川沿い行ってスカイツリー撮ろう。あ、これかな、くるちゃん撮ってたのなんかストリートライブしてる。1950年代ぐらいの曲かな。金色とスカイツリー一緒に撮ろうね。これさ、意外と捕まらんのかな、もしかしてでもあかんねん、油断しただな。油断したタイミングで絶対行かれるから、マジで。スカイツリーがバーンと見えるとこ、ダーダーン、かっこいい。今日空の具合もめっちゃいいな。そうだよね、あんなに目立つのに全然いねえよ。川沿い行ったな。オッケー。水上バス、水上バスなんてあった、残りが30分いけるでしょ。こんな苦戦すると思わなかったよ。チョモのお金でありがたく飯食わしてもらうんで。俺に勝てるわけなかとうばい勝てない勝てない、なかとうばい。本当に戦争寺側、待って、ここちゃうの。着いたよ。めちゃくちゃいい。あ、川沿い向かってる。じゃあどうすっかな。まあちょっと川沿い、うんうん、どう向かうかにもよるもんね。川沿いをなんかめっちゃ普通にくるちゃん発見したいな。俺に勝てるわけ中東海とか言っちゃったよ俺。どこだよ、どこにいんの離れてってる。マジ、どこ、ドーミーインって何。この辺で張ってたらさ、くるちゃんに会えるんじゃん。そう、前代未聞の逆に見つけるっていう、向こうが探してるけど逆に俺が見つけるっていうのできるかな。いや、見えてはないねんけどね。川沿いに向かってるなら、やばい、いや見つけたわ俺。クルチョモチャンネル。つらい。やばい、普通に歩いてきてた。また正面衝突するとこやったわ。今ここでリスナーに止められたら終わるな。危ない、マジで。っていうか今日映るんで使ってきたんですよ。一回も使ってない。チョモが帽子をかぶってクロティに着替えてることなんてクルちゃんは知りません。だってさっき鉢合わせ したんでしょ。めっちゃ近くにおるみたいなもん多分伝わってるはずやな。さっきそこ通ってたってのです。7回ぐらい聞いてるよそれ。うわ、危なかったな。ていうかあと8分じゃん。前乗せてもらった人いるかな。おられた。いた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 。ちょっと待って、この前乗せてもらった人いた。あれ乗るかな俺。あと2分くるちゃん、キューピーの前。あ、じゃあもうめっちゃ、めちゃくちゃすぐ後ろにおんで、そのまままっすぐ行ったら俺がおるな。